皆さん、こんにちは、岸田首相です。敵基地にミサイルをぶっ放す計画について、早速に協力をいただきました。花火協会の皆さん、ありがとうございます。花火協会のアイデアはこうです。花火協会でございます。お金が足りないって聞いたんで言いますが、花火の打ち上げは寄付をいただいた方の名前を言って、それでぶっ放すんです。田中様？佐藤様？ミサイルもこうしたらいいじゃねえすか？花火好きの国民、すぐ1兆円、すよ。